演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら。どうも、突然ですが皆さん、本日11月1日は何の日かわかりますか？まあ去年も同じような動画出したんですけど、それにここにヒント出しちゃってますし。はい、そう、自分は11月1日生まれで30歳になりました。というわけで、去年も確かこういう動画出したんですけど、去年はバターケーキを食べたんですけど、今年はこちら、業務スーパーのアップルパイを食べたいと思います。かなりの量だな。で、どんな感じなんだろう。ちょっと崩れてる。もうなんか幸先悪いなというの。でもまあ食べれば一緒か。というわけで早速いただきます。少し食べきれなくて余ってしまいましたので、改めてオーブンで焼いてみました。オーブントースターで焼いてみました。これでいい香りが漂ってきますね。改めましていただきます。パイ生地は冷凍よりかしっとり系で、ちょっと思ってたのでもと違ったかなとも思ったのですが、中に入っているリンゴが甘酸っぱくてとっても美味しかったです。それがいっぱい楽しめたのがいいですね。程よい感じで合っている相性のいいシナモンも本当に美味しかった。30代のアニバリとしてとってもふさわしいアップルパイを食べることができて本当に嬉しいです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。と、業務スーパーのネイト出店もすごいですね。それでは蛍見て妻を思うから夏の夜、儚いことがあったのでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。